ベルフルール女学園のスーパーアイドル水瀬樹里だよ。え、すごい、この学園ってアイドルの子がいるんだ。知らなかったの。樹里ちゃん悲しい、しくしく。樹里凛、ひなちぃは転校生だから仕方ないよ。ごめん、そうだよね。あなた転校生の暁ひなたちゃんでしょ。うん、これからよろしくね、水瀬さん。よろしく。ふーん、暁ひなたね。なんかただのいい子ちゃんって感じ。っていうか、このお嬢様学校になんでこんな田舎っぽい子が入れたわけ。暁なんて家聞いたことないっつうの。マジで意味不明。ま、とりあえず今は適当に愛想よくしとけばいいでしょう。あなたも樹里ちゃんのファンになってくれると嬉しいな。もちろん応援するよ。あ、ありがとう。暁ひなた、転校生ってだけで今はチヤホヤされてるみたいだけど、この学園の真の人気者は誰なのかすぐに分からせてやるんだから。ベル、見て、この花光ってるよ。それはね、聖火フローラだよ。大庭園の真ん中に咲いてる特別なお花。この聖火の力のおかげで庭園の花は永遠に枯れないんだって。へえ、そうなんだ。こっちの像は？聖火フローラに宿る精霊様の像だよ。本当にいるかどうかはわかんないけどね、ただの伝説だから。おお、私はいると思うな。精霊様、この学園には不思議な力が満ちてる感じがするし、実は今日の朝も不思議な体験しちゃったしね。え、そうなの？というか、なになに、不思議な体験って。ひなちぃだけずるい。その話はまた今度ってことで。いいぞ、モモ、四つん這いに這いつくばるお前の姿。はっ、まるで家畜のようだな。ありがとうございます。なんだろう、あの二人。土の手入れをしているだけなのさ、気にしなくてもよいのさ。あ、こんにちは。1年生の子かな。ひなち、その人はね、ベルフルール女学園の理事長だよ。え、理事長？ご、うん、あんたは暁ひなただね。あ、はい、よろしくお願いします。そうか、あんたが。ん？何か？いや、なんでもないのさ。こちらこそよろしくなのさ。あたしはベルフルール女学園理事長、クーン・リンカ。学園の代表であり、オメガパワーの研究者でもあるのさ。オメガパワー？ベルフルール女学園に満ちる不思議な力のことなのさ。この学園の花は聖火の力で永遠に咲き続ける伝説を知っているかい？不思議な力を持つあの聖火はオメガパワーによって生み出されたのさ。しかし、オメガパワーがなぜ聖火を生んだか、その謎は未だ解明されていない。その謎やオメガパワーの秘密を私は研究しているのさ。つまり難しい研究をしてるってことですね。もうそんな感じなのさ。こっちはクオン・ユユニ、クオン・モモ、私の遠い親戚なのさ。大庭園のお庭番をしてもらっている。
お前が例の転校生か。よろしくお願いします。こちらこそ。学園の生徒になるなら覚えておけ。庭園を汚す者をユユたちは許さない。そのことを肝に銘じて過ごすんだな。ほら、転校初日からそんなに脅かしてどうするのさ。ベルフルール女学院は暁日向を歓迎するのさ。これからしっかりと勉学に励み、ベルフルールの淑女として精進するのさ。はい、頑張ります。どうした？見ればわかるだろう。ユユは今日実は小馬場に興味がありまして、あのムチすごく気持ちよさそうで。あ、みよみよ、お花のお世話してるの？こんにちは、転校生の暁日向です。知ってる。あ、そっか、そういえば同じクラスだったね。さっき銀城と話してた。銀城？ああ、ナナちゃんね。すっごく優しくて親切だったよ。愛はミオ。え？私の名前言っちゃった。何か怒らせちゃった？ううん、大丈夫。ミオミオはいつもあんな感じだよ。お花が好きみたいで、いつも庭園で見かけるかな。そっか、それじゃあまた今度話しかけてみよっと。おはようございます。あら、制服が乱れていますわよ。おはようございます。あら、制服が乱れていますわよ。あんまりのんびりしていると授業に遅れるのさ。お前が暁日向か。こんにちは。私のことを知ってるの？私の赤の瞳は相手の真の名を、青の瞳は真の姿を見抜くことができる。え？私が昨日転校生が来るってメータンに教えてあげたんだよ。ベルメ、その名で私を呼ぶなと言ったはずだ。私の名はメイ、黒崎メイだ。黒崎さんだね。よろしく。これから仲良くできると嬉しいな。仲良くか、孤高の存在である私には縁のない言葉だ。メータンはちょっと恥ずかしがり屋なんだよね。ところで、黒崎さんが右手につけてるのってグローブ？これか。この右手に封じられた忌まわしき闇の力を解放する時が来なければいいが。これはね、名探なりのファッションなんだよ。もう、さっきからうっさい。ファッションじゃないもん。闇の力を封じてるんだもん、バカ。おお、言っちゃったね。ありゃ、もしかしてまたやっちゃったかな。
私ね、メイタンと仲良くしたいんだけど、いつもうまくいかないんだ。じゃあこれからは私も一緒に黒崎さんと仲良くなる方法を探すよ。本当に？ありがとう、ひなち。ごきげんよう。あなたが例の転校生ね。うん、暁日向だよ。よろしくね。そう、日向ちゃんっていうの。あれ、なんだろう、甘い香りがする。あなた、いいわね。その笑顔、とっても綺麗で魅力的よ。そう？今日から私とお友達になってもらえるかしら。もちろん。ありがとう。じゃあこれは感謝の気持ち。チュッ。ほっぺにキスされた。ふみゃー！まあお姉さま、ひなちがびっくりしちゃうでしょ。確かにびっくりしたけど大丈夫だよ。いい子ね、ひなたちゃん。私は紫ゆりか。困ったことがあったらいらっしゃい。力になってあげる。ゆりかちゃん。じゃあゆりちゃんだね。すっごくいい香りがしたな。お姉さまはね、庭園のお花で香水を作ってるんだよ。そうなんだ。今度詳しく聞いてみようかな。学園の案内はこんな感じかな。どうだった、ひなち。すっごく楽しかったよ。ありがとね、ベル。お気に入りの場所はあった？やっぱり大庭園かな。花が綺麗だし、いろんな子たちとお話できて楽しかったし。それじゃあ明日この庭園でお弁当を食べよっか。おお、いいね。今日から私の新しい学校生活が始まるんだ。新しいお友達もできたし、周りの子たちもみんないい人だし、うん、楽しい毎日を送れそう。休み時間終わっちゃったね。よし、それじゃあ教室まで競争。うえ、待ってよ。紹介し忘れてた。学生寮にはね、生徒なら誰でも使える広いキッチンがあるんだよ。みんなは時々そこでお弁当作ったりしてるの。もし興味があったらひなちんも作ってみてね。ベルが言ってたキッチンってここだよね。おー、本当に広い。よし、今のうちに明日のお弁当の準備しよっと。この辺の調理器具使っていいのかな。フライパンと鍋と、よく見ると高そうな調理器具もある。こういうのはあんまり触らないでおこう。というかこんなに高級そうな器具一体誰が使うんだろう。ま、いいや。さて、どんなお弁当を作ろうかな。みんなで楽しく食べられるお弁当がいいかな。そうだ、あれを作ろう。できたー、ロシアンルーレットおにぎり。中に何が入っているかは食べてみてのお楽しみって。たくさん作りすぎたかな。どれに何を入れたか私も分かんなくなっちゃった。まあいいか、これはこれで私も楽しめるし。あとはおかずを作って、よし、完成。明日が楽しみだな。
どうしたの？庭園、庭園に来て！いやー！桃たちのお花が。何が起こったんだ？誰の仕業だ？大庭園が朝来たらこんなことになってて。これはなんてことですの？あらあら、冗談じゃないわよ。なんでどうして急に庭園が枯れちゃうの？こんなの絶対に嫌。水瀬さん、ジュリちゃん、元気出して。こんなに取り乱すなんて、それだけ庭園が大事だったのかな。暁日向、あなたが庭園に何かしたんじゃないの？え？あなたが転校してきた次の日にこんなことになるなんて。そう、そうよ、タイミングが良すぎるじゃない。ねえみんな、大庭園が枯れるなんて今までになかったことだよね。なら同じように今までになかったことが原因だと思わない？今までになかったことって、もしかして転校生のことを言っているんですの？お前か、お前が庭園をこんな姿に。何言ってるの？ひなちぃはそんなことしないよ。そうだよ、私は何も。あ、そういえば昨日不思議な場所に迷い込んだけど、あれは関係ないよね。どうやら本人にも心当たりがあるみたいね。いや、そういうわけじゃなくて。ひどいです。お花を傷つけるくらいなら桃を傷つけてくれればよかったのに。庭園を汚す奴は許さない。花たちの肥料にしてやる。待つのさ、ゆゆ。みんな庭園が枯れて悲しいのはわかるのさ。だが証拠もなしに犯人扱いはいかん。まず今すべきなのは成果の無事を確認することなのさ。はっ、そうです。聖火は、フローラ様は、どうやらオメガパワーが暴走して庭園の一部が迷宮化してるのさ。聖火はちょうど迷宮の中にあるみたいなのさ。ただこの大庭園は今邪気のようなものに包まれてるのさ。私はここに残って庭園を見張らなきゃならん。聖火の様子は他の誰かに見てきてほしいのさ。それなら私が行きます。自分の疑いを晴らしたいですし、私も大庭園を元に戻したいですから。危険な目に遭うかもしれんが、それでも行ってくれるのさ？大丈夫です、任せてください。やはりあの子の娘だ、よく似てるのさ。ん？それじゃ悪いが、あんたに頼むのさ。待って、私もついてく。ひなちのこと心配だから。うん、わかった。二人とも気をつけるのさ。